つい最近あのでかい地震があったじゃないですか、震度5弱の。それで大地震によってその主のナマズが出てきたんですよ。その主をやったんじゃないですか。その3日後ぐらいに市場に行ったんですよ。買い出しに行ったらまた売ってたんですよ、ナマズ。しかも今回ちっちゃいじゃないですか。種類が違うと思うんですよね。前のナマズは緑色だったんですけど、今回黒色のナマズということで、多分俺の予想が正しければ主がいなくなるじゃないですか、地震で。そしたら子分たちはボスがいないぞってなって、ちっちゃい軍団が湧き出てくるんですよ。現にこれ売ってた時に5、6匹とかで売ってたんですよね。覇権争いとか次のボスのザーとか、多分そういう感じで湧き出ちゃった系のナマズなんですよ。ということで、まあ前回は主をお酒に泳がしてやったんですけど、今回の買い出しの仕入れライブでドライアイスで、まあ、うなぎとかと同じですよ、仮死状態にすればもっとさばけるんじゃないか。凍ったものって結構こうさばきやすいんですよね。初心者でもやりやすいんで、瞬間冷凍させてさばいてみたらどうでしょうか、ということで今回はですね、そのご要望に応えたたいなと思いまして、ドライアイス買ってきました。今回サイズが結構ちっちゃいので、前回のようなねフィッシュフライじゃなくて、うなぎのねかば焼きのような感じで今回はやっていこうかなと思います。ナマズを解放して目で見るタイム楽しんじゃおう。前回のナマズの動画を見た後だ、見たらわかると思うんですけど、本当にちっちゃいです。ほら、うわった本当にやめてほしいな本当にやめてほしい。やっぱ元気がいいですよ、すごい。やっぱその覇権争いでね、あの負けたのか知らないけど、八つ当たりしないでもらえる。まな板の上に出してもいいかもな。ちっちゃ、かわいい。うわ、待って、それはあかん。まな板の外に出ないで、もう最悪。まな板、うわ、なんで？前回の主を入れたのと同じ水槽なんですけど、もうレベルが違うよね。レベチレベチ、大きさが。で、主じゃなくて、普通のナマズの顔はこんな感じ。働きアリと女王アリみたいな感じかな？ドライアイスを解放します。これで凍らせりゃあね、ナマズも。ナマズちゃんも文句は言わないっしょ。よし、どうしようか。なんかその吹奏楽部のさ、なんか発声練習みたいで。残念なことにね、このナマズね、まだ仮死状態に慣れてないんですよ。マジで温度を下げても動くからね、強い強いナマズは。はい、なんだろう、ちょっとこう動きが鈍くなってるので、このうちにねさばいちゃいます。いやー、待てよ、やっぱこのサイズのナマズだったら普通に頭切れますね。で、ちょっとねあげたら、こっからね、もう神経締めちゃいます。ちゃんと神経は締められてますね。ちっちゃいと結構楽ですね。本来ナマズは目打ちをした方がいいんですけど、ドライアイスでぬめりがね凍ってるので目打ちをしなくて多分大丈夫。そして、まあこのぐらいのサイズだったらうなぎと同じやり方でも全然問題なくいけます。いけますね。ナマズ普通に、今回普通にさばいたんですけど、全然血がにじんでないんですよ。やっぱりこれがドライアイス急速冷凍効果ですね。これでナマズさばき終わりで、このサイズということでかば焼きを作りたいと思います。うなぎと同じですね、基本は。
で、前主食べた時にちょっとね、後味がうなぎっぽかったんすよね。だからちょっと一回やってみたいな。なんかかば焼きも、かば焼き、前回はかば焼きできるサイズじゃなかったんですけど、まあ、いつかかば焼きやりたいなと思ったタイミングだったんで、本当にちょうどいいですね。刺せました。結構うなぎより刺すのはやっぱ身が柔らかいんで簡単ですね。で、これをグリルで焼いていきます。タレはこう煮込んで沸騰して、タレがトロトロになるまで煮込み続けます。よくうなぎのタレだってトロトロしてるでしょ。あんな感じですね。はけ欲しい。ナマズをかば焼きにしてみたんですけど、どうですか。ちょっとパッと見うなぎっぽくない？いや、これ食べてうなぎだったら、うなぎでも変わんねえか。なんか結局なんだろうな、肉厚でもナマズがうなぎと同じ味だったらナマズ丼みたいな感じで多分売れると思う。いただきます。あー、うなぎだ。味はうなぎだ。同じ味付けにしたらマジうなぎ。ただ身がね、うなぎって脂がすごい乗ってるじゃないですか。でもナマズって淡白なんで脂っぽさがない。ちょっとこうパサパサしたうなぎって感じ。うん、俺の年齢ぐらいになると結構これ好きなんですよ。うなぎ好きだし、なんか脂っこくないし食べやすいんですけど、うなぎ大好きって人がこれ食った時になんか物足んねえなってなるかもしれない。なんか感覚的にはあのアジの塩焼きとかと同じような感じで味わううなぎみたいな。うまいんだけどね。多分みんなはこれよりも脂っこいうなぎが好きだと思う。美味しいんだけど、アラサーアラフォーの人にはナマズのかば焼きおすすめ。10代20代前半は素直にうなぎ食べた方がいいかもしれない。これぐらいのサイズはやっぱりね、さばきやすかった。ドライアイスで急速冷凍して神経締めて、ぬめりもね、そう考えたらあんまり出なかったんですよね。本当にあの急速冷凍したんで、そういう感じでね、多分ね、お酒と急速冷凍どっちがいいかって言ったら、ナマズに関しては急速冷凍の方がいいのかなと思いましたって感じでね、ちょっとね、まだまだね、リクエストとかもインスタの DM で受け付けてますし、朝の仕入れライブもやってますので、ぜひ見に来てくださいということで、最後まで見てくれてありがとうございました。このビデオになったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。